両方です。橋のちょうど真ん中を今兵庫の北村君通過中。これが人間違いだろう。兵庫の北村君からはフィニッシュラインのレアドームがはっきりと見えております。さあ上野君も見えます。東京の上野君横を開きました。今前後まだ諦めて乗っております。さあ北村君まもなくフィニッシュラインに着きます。強かった兵庫展開のレース運びでした。先頭の兵庫2番目の冒頭、さあ3番目愛知でいきます。前評判高田愛知、やはり上位でレースを進んでいました。トヨタ自動車の宮君が試合に向かいます。必要ないんで2区で
6番は岩手長谷川区 JR 東日本総合支部の41番の佐賀の西田郡中央大学の3年生、青山学院大学の1年生、いつも駅伝では7位、箱根駅伝でも7区も狙いました。